はい、皆さんこんにちは、ゆうぞです。今日は早速自転車をですね、この壁にかけたいと思うので、新しく来た自転車ラックを取り付けていこうと思います。さあ行ってみましょう。はい、取り付けるラックが、ミノウラのバイクハンガー 4R というものですね。ロード用のバイクハンガーです。これを取り付けていきます。ラックに取り付けられているこの用紙なんですけども、これがこの部分の型紙になっておりますので、切り取って型紙にできます。まあ本体でこうやってもいいんですけど、まあ、重たいんで型紙使っています。さすがに下穴を開けます。上の方を一つ目取り付けました。下のビスのところはですね、フックが取り付けられるので一緒に共締めします。で、まあ、ここのフックにヘルメットとかですね、かけることができます。とりあえず自転車を乗せてみましょう。いい感じに収まってますね。まあ、こんな感じで取り付けることができました。いい感じに仕上がっております。こんな感じでですね、おしゃれにカスタマイズしていこうかなと思います。はい、ということで本日は以上で終わります。さようなら。